922便でございます。機長は木下、私は客室を担当いたします金谷と申します。羽田空港までの飛行時間は離陸後1時間40分を予定しております。予報によりますと羽田到着前は風が強く揺れが予想されております。着陸前は通常よりも早めにシートベルト着用のサインの点灯する予定です。お化粧室などのご利用は離陸後どうぞお早めにお済ませください。携帯電話など電波を発する電子機器の使用は法律で禁じられております。機内モードなどに設定するか電源をお切りください。機内は化粧室を含む全席禁煙です。電子タバコなどもご利用いただけません。また後ほど離陸に関しまして照明を少々暗くいたします。読書灯はコントローラーにございますのでどうぞご利用ください。それでは到着までごゆっくりお過ごしくださいませ。ただいまから非常用設備についてご案内いたします。必ずご覧ください。ご質問がございましたら乗務員にお尋ねください。また座席ポケットなどお近くにございます安全のしおりも合わせてご覧ください。ご案内いたしましたら酸素マスクが出てきた際にはご自身のマスクを外し酸素マスクを直接鼻と口に置いてください。